では2つ目のキーワードです。お世話になったおじを助けたくて。はい、ということで全然自然と違う話になってまいりましたが、一条さんはご出身は、まあ、子供時代から振り返ってご出身はどちら。出身は宮城県なんですけど、はい、はい、生まれたところは涌谷って言いまして、うん、やっぱり温泉に縁があるんですけど、鳴子温泉、あ、まあ、お聞きになったことがあると思うんですけど、こけしなんかで有名な鳴子温泉の近くで、涌谷っていうところで、うん、神社の神主の子供として生まれました。神主さんの子さんだったですから、まあ、鎮守の森で生まれたみたいなものですね、はい、それで森の中で生まれて、はい、鳴子温泉のお湯で産湯を使ったっていう羨ましい環境で子供時代ね、過ごして、はいはい、まあ、社会人になってからは、はい、自然とは全く関係ないんですけど、まあ、大学も経済学部ですから、まあ、非常に不経済な人間なんですけど今は経済学部で、当時は人並みに就職活動もして、うん、はい、勤めたところが外資系の会社でした、はい、イギリス資本の会社で、はい、まあ、皆さんよくご存知のジョニー・ウォーカーっていうスコッチウイスキーのメーカーに就職いたしました、はい、聞くところによるとですね、世界一のセールスを誇ったそうなんです素晴らしい素晴らしい。ジョニー・ウォーカーが最初にですね、はい、北海道に拠点を設けるということで、札幌営業所開設の時に私、はい、大学生として就職したんですけど、当時私の今の家内なんですけど、はい、奥様の、はい、家内の王子にあたる人がすすきので、はい、いろいろ手広く商売してまして、ご商売されてた方、はいはい、その中でなんていうんですかね、ディスコっていうんですかね、ナイトクラブっていうんですかね、はい、そういう1000人ぐらい入るような、うん、体育館のようなお店をやってましたんで、そこで、まあ、私のためにジョニー・ウォーカーを扱ってくれまして、はい、本当お世話になって、まあ、ものすごくお世話になりました、すごくね、売り上げが良かったんだそうですね、はいはい、すすきのもすごくやっぱり華やかな、はい、一番いい時代だったんじゃないでしょうかね、はい、ジョニー・ウォーカーもいっぱい売れたんでしょう、はい、そうです、ね、おかげさまで本当に世界一のセールスだったんですって、はい、数量は本当に素晴らしかったですね、はい、販売量は、はい、札幌で実績を上げれたもんですから、うん、もうすぐに仙台営業所長として栄転っていうか、まあ、飛ばされまして、いや出世してね、ご栄転で、まあ、かっこよく言えば出世なんでしょうかね、はい、うん、それで仙台営業所、それからさらに広島営業所と、広島営業所行かれて、はい、うん、で広島営業所にいる時にですね、うん、世話になったおじが亡くなって、すすきのでご商売されてたおじ様が亡くなって、はいはい、それで子供いなかったもんですから、うん、後の片付けっていうか後始末をやってくれる人間がいないということで、はい、おばから連絡ありましてね、はい、大変お世話になったんで、うん、私も断りきれなかったって言いますか、急遽ジョニー・ウォーカーの会社を辞めて広島から、はいはい、また札幌に戻ってきました。うん、そのお世話になったおじ様に、はい、そのご恩返しをしたくて、はい、広島の会社辞めてすすきのに来て、はい、でまたそのおじ様がですね、すすきのたくさんお店をされてたような方だったんで、はい、結構その、まあ、後処理って言いますか時間かかったそうでね、はい、うん、5年ほどかかって後始末にかかりましたね。大変なもんですね、やっぱりご商売してたのも、まあ、それだけの私が能力ないっていうこともあるんですけど、いやそんなことやっぱり大変だと、大きなこう事業を広くされてる方だったから、それがただ本当に一条さん大変だったらしくてそれをきっかけに山ごもりをすると、はい、もう母屋山の山の中に家を建てましてこもりました、へー、はい、そこでもう鳥を見て、はい、はい、本当その5年間の大変だった疲れというか、大変だったことが、ね、森の中で鳥とか花に癒されてたっていうのは、はい、まあ、本当のところです、はい、でも良かったですね、その藻岩の森がね、はい、鎮守の森で育った一条さんがそういう、こう豊かな森が自宅近辺にあってね、はい、でまたそこにこう癒されて、自然ってほら自宅から歩いて行ける範囲とか、本当近くの自然を日々の変化を見るのが
もうすごく豊かな楽しみ方だって言いますもんね。そうですね、うん、そういう意味ではモヤ山が私のホームグラウンドみたいな感じでしたからね。そこで随分いろいろ子供の頃のそういう基礎的なこととかも目覚めさせられた部分もありまして、うん、どんどん自然にのめり込みましたね、うん、はい、あ、そうなんですね、はい、ジョニー・ウォーカーの時は鳥は見てなかったんですか？そもそも鳥に直接、はい、鳥を見るきっかけになったのは、うん、ジョニー・ウォーカーさんの時の上司が、はい、まあ、もちろんイギリス人なんですけど、あ、趣味がバードウォッチングだったんですね、たまたま、はい、それであちこち連れて行かれるようになって、すっかり私ものめり込みました。イギリスはなんかこう本場って感じしますね。そうですね、バードウォッチングのイギリスは本場ですから。はい、はい、先ほど草花の話もいろいろしていただきましたけど、鳥だと何が好きですか？はい、鳥、ほとんど私の場合は生まれたところも山でしたから、うん、まあ、山の鳥が山の鳥、ほとんどなんですけど、はい、うん、特にキツツキ類は大好きでしたね。あ、そうですか。まあ、定山渓にはクマゲラも、ね、常時いますから、はい、うんうんうん、そういう鳥も見れますし、まあ、あとはヤマセミとかカワセミも定山渓で見れますからね、はい、またモヤヤマとは違う、鳥の種類がいますので、目立つし綺麗だから本当にスターですよね、はい、そうですね、いずれにしても山の鳥が大好きです。はい、はい、そんな一条さんです。本当に札幌に戻ってくるきっかけは本当大変でしたけれども、また今はね、そういうこう自然、鳥とか草花を愛でる、はい、まあ、ガイドもされている一条さんにやっと落ち着いてなりました。では3つ目のキーワードです。